はい、883回始めたいと思います。もう時間がないんでね、時間がないっていうんじゃないけど、もう朝方なんで、なんだ、もう早く帰りたいですよ。で、883回、何でしょうか、またわいせつ事案ですね。わいせつ事案多いです、本当に。882回もね、不思議なわいせつ事案だったんでね、見てください。ほんと摩訶不思議な話、こんなことがあるんだっていうね。で、883回、これはどうでしょう。あ、これも不思議ですね。もうほんと男っていうのはそこまでしてっていうね、いや不思議なわいせつ事案ですよ。検温偽りわいせつ有罪っていうことで、千葉地裁、大手牛丼チェーンの元社員っていうことでね、共同通信から、検温ってあれですね、体温計で体温を測る検温ですね。共同通信、検温と心音、心の音って書いてね、心拍数とか心臓の動き、検温と心音の測定を装い、アルバイトの面接に来た女性らの体を、触ったとして準強制わいせつの罪に問われた 大手牛丼チェーンすき家の、元社員山本正弘容疑者、被告42歳に、千葉市地裁は9日、懲役2年6ヶ月、保護観察付き執行猶予5年の判決を言い渡したと。懲役2年半、保護観察付き執行猶予5年の判決を言い渡したと。村井裁判官は、店舗マネージャーの立場を利用しており、計画的で悪質だと非難する一方、反省態度を考慮して、性犯罪防止プログラムを受けさせるのが相当だと、保護観察をつけたと。判決によると、検温がセクハラではないと同意書を示した上で、去年4月に女性従業員の体を触り、去年6月にはアルバイトの面接に来た女性に、同様の行為をしたということ。いやー、これも不思議ですね。検温、この人スキー屋のマネージャーしてたみたいですね。複数店舗見てたんでしょう。42歳だっけ、42歳の、社員、元社員山本被告、42歳の山本被告ね、スキー屋のマネージャーをやってたと。で、複数店舗見てたと。で、去年の4月にはセクハラではないですよと、検温はその同意書を示した上で、書かせたんですかね、同意書ね。まず去年4月に従業員の体を触ってると。これね、だって検温ですよ、検温、要は体温を測る、体温を測るときに、普通だったら体温を測ってて、体温計差し出すだけですよ。それを女性が自分の手に持って脇の下に入れるなり、体温を測るわけじゃないですか。体に触る必要ないね、検温。これ検温でどうやって女性の体を触ったんでしょうって疑問その1 本当に脇の下に手入れたんですかね、これ体温計持って。体温計持って、今体温測るだけだったらね、非接触のおでこに当てるだけのとかありますからね。何もかこれ体に触ってってね、書いてありますからね、女性の体を触る、これ検温で体触れないだろうっていう、まず疑問その1。あと疑問その2、この去年6月にはアルバイトの面接に来た女性に同様の行為をしたと。これおそらく検温と心音の測定を装いです。アルバイトの面接に来た女性の体を触ったって書いてありますね。アルバイトの面接に来た女性にまず検温と、心音って書いてありますよ。いやー、アルバイトで体温測んないだろう。さらに心音、医者じゃないんだからこれどうでしょう、胸のあたり、心臓のあたり触ったんですかね。まさか医者が持つような器具、胸に当てる心拍数が効くような器具持ってたら驚きですけどね、この42歳の被告、山本被告ね。本当にそこまで
もうこのニュース見てね、そこまでして触りたいのって思いますね、このマネージャー、42歳。いや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 、そんなアルバイトの面接の女性とか従業員とか触んないで、そういうお店あるんだからそっち行ったらいいんじゃないのって思いますけどね。そこまでして女性の体触りたいのっていうね。いや無理あるだろう、検温と心温測るって言って面接に来た女性の体触るって無理あるだろう、これ本当にびっくりですね。本当に男っていうのはバカだね、本当に。そこまでして触りたいんだみたいな、いや本当にね、男性諸君、そういう店あるんで行ってください。お金払えばありますから、本当に。男性諸君、こんな変なことしないでね。いや摩訶不思議ですね。この882回もそうでした、883回もそうでした。ほんと摩訶不思議なことをやらかす男がいるもんだ。で、女性の皆さんには本当言いたい、男は変態しかいないから、気をつけてください。ごくごく稀に、理性的なね、紳士的な人が紛れてますけど、大体変態だと思って間違いない。ということで、883回終わりにしたいと思います。はい、チャンネル登録、高評価、再生リストご利用お願いします。失礼します。